はい、どうも、おはよう会。金曜日でございます。本日4月26日ですね。はい、集合場所のコンビニの方へ移動していきたいと思います。はい、基本的にこんな感じでね、こっちがその泊まりセットで、こっちがあのレースの時にちょっと必要なものを軽くまとめてあります。はい、行ってまいります。GO! 6時間くらい、はい、車の旅です。レッツゴー。はい、どうも、アフレコで失礼いたします。ですね、前日からしっかり水分を取るということを大事にしております。なので2リットルの麦茶とあのおやつのおしゃぶり粉大好きです。このおしゃぶり粉美味しいので、はい、これ映してます。はい、道中こんな感じ、何も映ってない。はい、そんな感じです。はい、一人だったらベラベラ喋るんですけど、ちょっとね、同乗者がいて恥ずかしかったので何も喋れず、あの無言で撮っております。はい、麦茶飲みますよ。はい、ごく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 、はい、はい、美味しい。はい、はい、こちら見えておりますのはですね、三重県にある長島スパーランド長スパでございます。はい、私鈴なり妖怪絶叫もの大好きでございます。いいなーって思いながら撮っておりました。はい、ここ1回だけ行ったことあります。めちゃくちゃ楽しかった。あ、はい、今お昼過ぎです。はい、三重県の長スパをね、さっき通過しました。で、今ね、お昼ご飯をコンビニ買いに、はい、調達しに行きます。お腹が空いているので、まあ糖質メインで、はい、買いたいと思います。で、ちょっと今日は軽くね、足を動かしたいので、お昼を食べて途中でちょっと下ろしてもらって、みんなでね、ちょっと走って、はい、ホテルに行こうと思っております。じゃあ、はい、めっちゃお腹空いちゃったんで、こんな感じで食べていきまーす。はーい、チームコー、はい、いただきます。はい、着替えましたので、これから、ちょっと足を回しに行ってまいります。じゃあ、はい、ただいまですね、ホテルに着きました。チームカード、はい、ただいま17時です。はい、ちょこっと1時間ちょっと、はい、足を回して、ホテルに着いたので、まああとはね、明日に向けてのんびりと、はい、したいと思います。うん、特に言うことはありません。じゃあ、はい、今ホテルに着きました。すごいなんか変わったホテル、和洋室みたいな、和室にベッドで、はい、広々と使わせていただきます。はい、まだね5時20分くらいなんで、パッとお風呂入って、みんなと夜ご飯を食べに行きたいと思います。夜ご飯はうどんか定食か、はい、になるかと思います。特に私は夜ご飯これを食べたいっていうものがね、あの前日はこれを食べなきゃいけないみたいなのを決めてはいないので、はい、まあ、あるものを食べていきたいと思います。お腹は空きました。はい、じゃあ、うわ、絶対美味しいでしょ。うわ、カウンターだ。え、こっちはな、こっちこっち、うまそう。ごめんね、飯食べたよね。ご飯だけ先に来て、もう耐えきれずキムチを食べようとしてる。ごめん。はい、美味しい餃子をね、はい、食べてきまして、今朝ごはんの調達に、はい、来ました。こんな感じで、はい、朝と走り終わった後のね、はい、物を買いました。そんな感じで明日に備えていこうと思います。じゃあ、はい、部屋に戻ってきましてね、あのこういう遠征先では、ね、調子に乗ってね、あのお菓子が食べたくなっちゃうんで、はい、その欲を、はい、あの紛らわすためにヨーグルトを、はい、食べてます。暗い、ここね、部屋がめっちゃちょっと照明が結構暗めな、はい、部屋なんてちょっと暗くてすいません。はい、あの散々いっぱい餃子食べただろうって感じなんですけども、
はい、お腹いっぱいっていう感情は私知らないので、はい、なんでいっぱい食べていきます。明日も走るしね、はい、明日も明後日も走るんで、はい、そんな感じでたくさん食べて、はい、明日頑張ろうと思います。それではもう本当に多分もうあとはまあミーティングとかして、もう今日早めにね、はい、寝ようと思います。明日はそんな朝早くはないんですが、はい、たくさん寝ようと思います。じゃあまた、さようなら。はい、なくなりました。この他にもね、はい、こういうの飲んだり、はい、飲食店でね水飲んだりとか、はい、してますが、はい、水はこまめに取るようにねしましょうということで、はい、まあ2リットルもうちょっと飲んでもいいと思います。はい、そんな感じで明日に備えていきます。グー。給食作り、ありがとうございます。糖質メインで、糖質なんでね、はい、と混ぜたものをね。